のれん。今朝はたりやった。あ、そう、昨日のミッション見たよ、みんな。だし巻き弁当なんてあるね。今朝はたみつきとみさんポーションありがとうだね。今日は朝待ってますよ。あ、そうだ、10月じゃん。10月もよろしくお願いします。早速こちらにビキニができました。最悪どこだ、なんでここなん、なんで持って地味に痛いんよ。スモークしたら仕事に行くし。ビキニクルナルル。
マックデルデル気持ち悪いね、それやだわ、マックデルデル。アールグレイにしようかな、アイスティーミルク。スミパイは卵か、初めて頼む朝。お世話になります。ありがとうございます。注文。ああ。ティーチャーハートありがとう。では配信終わりたいと。中南区さんハートありがとうございます。いました。いました。7時からです。みんなの昨日のツイートでも見るじゃん。つばいとこ朝マックと、このだし巻き弁当ってあるんだね、なんか初めて見た。 なんかどこのお弁当、本当屋さん、米がもう詰まりに詰まったな。安定の弥生県、弥生県いいよね、やっぱ。焼きそば、やっぱ、なんか和食って身に染みるよね、なんか結構いつもさ、なんかやっぱこうジャンキーなものとか食べちゃうじゃん。そこたまにさ、和食を食べるとなんか、もうやっぱ和食だなって。あ、私和多食、たまに和多食行くんですよ。和多食めっちゃいい、まあやっぱ和食いいなってなる。お米ってなる、米。私結構パン好きなんですよ。パン派ってわけじゃないんですけど、パン好きなんですよ。和多食とは、え、これがなんだっけ、和多食堂っていうのね、あれ。違う、私の食卓。私の食卓。
嘘ない。え、広島限定。え、広島、広島だけこれ。マジ。全国共通かと思う。あ、ぜひ皆さんライブ次やるとき食べに行ってみてください。私の食卓めっちゃおいしいよ。あのお米が普通の白米とあの五穀米と選べるんですよ。量もあの大盛りにしたりとかできるし。やば、びっくりしちゃった今。マジか。そうやね、10月22日はみんなで和食行ってください。本通りのあのケンタッキーが、本通りのケンタッキーがあるところのもうすぐそこにあるんで、サンモール入る前にあるから、あんまり言ってもわからんかもしれないけど、え、てかちょっと待って、聞いてください。ウマ娘の話になるんですけれども、あのおま、お、ウマ娘あのガチャ、新しくハロウィンガチャ始まりまして、で、前のトップが欲しいわっつって8回ぐらい今もうガチャ引いたんですけど、一切当たらないんですよ。ことえ、なんでえ、しかも前のトップガンが当たらないならまだいいんですよ。前のトップガンじゃなくてなんか普通に違う子が当たるとかダブルとかだったらまだわかる。あ、まあ出とるしってなるけど、全く当たんないんですよ。ガッチリ当たんないの本当に。もう逆になんかあの金色、普通のレアもう全然出ないんですよ。なんでですかね。え、ほんまに欲しいんよ。ほんまに欲しい。前のところはほんまに欲しいんよ。めっちゃ可愛くて。あ、欲が強すぎる。じゃあめっちゃこんなさ、欲しい欲しいとか言ってパッてやる。で、あ、やばい来たかもってなった瞬間にシーキングザパールが来るみたいな。まあ、それでもあり。まあ、なんか、もうね、今何かしら当たってほしい。何でもいいから当たってほしいみたいな気持ちになってしまっているんですよ、もう今は。じゃあみんな今日は久しぶりに勝負でもする？煩悩ポクポクポクって。
今は次あのチャンピオンチャンミが始まるので中距離で育成をしてるけど、まあまだまだうまくいかない。どんどんみんなに抜かされてるから気づいたら、あれ？おーいみたいな状態。まずあのウサギとカメみたいな感じで今足ウサギで、うが、ちょっとこう余裕ぶっこいてた。あって感じ。気づいたらみんなに抜かされてるんだけど。悲しい。わかんない、もうわかんないね、もう押しまくり、何これ。もうちゃんと見る思いになるけど、 OK。アランズさんハートありがとう。メジロライアンです。ナイスマッスル。北さんブラックです。未来へ飛び立ちましょう。北さんブラックちょっと似てるよね。うるさすぎ、うるさすぎ。はぁ、メジロブライト、見てた。メジロブライトサンタです。やだやだでしょう。ハルウララ頑張るファルコ頑張っちゃう。大宅ヘリアスシャルウィッテゴー。桜爆心王です。かっこいい。エアグレーブだ。共に歩む覚悟はできてるか。だとか言いましょう。わからん。聞こえへん、聞こえへん。イクノディクタスです。イクノディクタス。イクノディクタスって言っている。イクノディクタス。行くのできたくて、てててててててウイニングチケットだよ。
やばい懐かしい。お兄ちゃんだーい。さあ、新しいシナリオの方がさ、マジで分からなくて、みんな教えてほしい。さあ、どうやったら紹介ですか。あ、ありがたい、ハービー。周りわかんねえ、これ。わっちゃん、欲しい、ありがとうございます。ありがとう。来たー。はい、めちゃめちゃ似合われましたけど。紹介いたしましょう。こちらアールグレイ。グリドル、グリドルですね。久しぶりなんだけど、マックのハッシュバレル。と月にいっぱいございます。種類入れる？レジンとI'm not sure if I'm going to be able to do it.
今黙々と食べる。こんにちは。ソーセージエッグ、忘れちゃった名前は。いただいちゃって。甘くてしょっぱいのが美味しいよ。You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver.
しいやろな。今日の皆さんのミッションは朝マックはちょっとあれなんで、うん、夜マック、あのバイマック花。流れ星ありがとうございます。来て開いてますから、はい、メッシャワーです。
ぱい。あとちょっと。どこ食べようかな。時間空いたら絶対食べたくなる。もっとあとありがとう。10月22日みみのライブ見に行きます。おーおーろろろろろろろ、またまたありがとうございます。 LT鍛えてますから。バンブーメモリー。プレゼント企画、まだそんなに決めてないです。お芋が当たるかもしれないね。水着プレゼントはファンミーティングしかないです。逆にはミーティングがあるの。今日は朝散歩でも行こうかな。もうお父さんとね、昨日バリ電話しよった、バリ電話しよったけど何にも話しない何にも話しない、マジで。待って、ちゃんと着たやつプレゼントはやばくない？結構やばい。嫌だ、私が嫌。でもさすがに嫌かもまだなんか着てなかったけんさ、いいやと思ったけど、着てたら、着てるやつ、着たことあるやつをプレゼントは結構あるかも申し訳ないけど引くかもそれになんかわあ欲しいってなるのもふわってなるし、私あげるってなるのも嫌だ。私が
さすがにね、さすがに。よし、じゃあみんな、一試合しようか。10月もよろしくね。こちらこそ10月もよろしくね。じゃあ皆さん、こちらのレースをしてもらって、エキシビションをしてもらって、ルームマッチ、の参加観戦ってところで待っててください。やる気普通にしていい？みんな。3頭出していい？ちょっと比べたい。足りねえな。三頭出しで。と2414。4321。早っ、そんな娘だよ。トシさん来た。トシさんポンタ。来たよ、チリちゃんの UD が。やば、やば。
やばい、やばい、ユニバ来た。あ、ファンシ君か。じゃあいくよ。ちょっと今回は私3と私なんですけど、ちょっと自分が育成したやつがどれくらいいけるかっていうのをちょっとやりたくて。5人行き、ST の曲歌う予定、歌う予定はもう分かんない。次はまだ考えてないけど、いつかは歌うと思うよ。足元悪い雨の中、東京レース場芝2400、私馬たちです。これ娘たちが挑みます。一番人気はもちろんこの子、トリプルティアラの馬娘、4番雪の美人。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、スペシャルウィーク注目の三冠馬娘、メジロライアン。2枠3番での出走、気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、上にこの点がついてるのが私の馬ね。高レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気4番雪の美人、1番北三ブラック、会長に飛ばしていきます。どっちの北さんやねんみたいな。ちょっと待って、キリの感じとか見たいんだよ。レッツマスリー、おー来てるよ来てるよ、ライアンがめっちゃ走ってきてます。あ、頑張れ、そこでとどまんな。どっちもトシさんか。惜しかったな。負けた。負けたぜ。
マイル行くか。一等でいきます。7347398が鈴鹿で行きます。私はサイレンス鈴鹿です。大宅フリアス来た。大気シャトル来たよ来たよ。チェリちゃんがマイラーキュ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 ー来た。大宅ヘリアスシャルビってゴー。デュラメンテデュラメンテだ。デュラちゃん、行きまーす。注目の3番人気13番私のさん、最も人気を集めているのは2大マイル制覇者大気シャトル1番人気です。続く2番人気はトリプルティアラの馬娘イクノビクタス。サイレンス鈴鹿3番人気です。注目株の馬娘だ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。最高の立ち上がりを見せたのはサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿軽快にレースを運んでいますね。サイレンス鈴鹿逃げろ逃げろ鈴鹿逃げろ逃げるんだ。逃げまくれ。各自自分の
だけど。うわぁ、惜しかった、惜しかったな、もうちょっとだったのに。刺されましたね。あんな綺麗な刺さり方ある？刺さり方って言い方、やられた、そう、悔しい、悔しいよ。君の夢が私の走りと重なる、そうなったら一緒。18万人気5着、まあモブには勝ってもらわないさすがに。異次元の逃亡者という名前がふさわしいよね、鈴鹿って。鍛えてますから。散歩でも行って。
休みだったんだ。まったりと。まったりとさせていただいたので。ありがとう。いや大丈夫ね。10歳昔からおじいさん、12キュン太郎さん、11位ケントさん、9位マクチコゴチコさん、9位キチボさん、8位松風さん、7位シュウダンゴさん、6位アベルさん、5位チリちゃん、4位モーさん、第3位がポンタ。10月もたくさん楽しんでこうね。夜マック楽しみに頑張る。皆さん今日のミッションバイマックですからね。で第2位がフーさん、ありがとう。そして本日の第1位はトシさんです。ありがとうございます。今日は久しぶりに朝マックをして美味しかったです、はい、その分今日もね動かないとって感じで、はい、頑張ります。今日からまた22日に向けての準備に入っていきますので、頑張らせてるロボパパイ。10月22日も皆さんお待ちしております。共に頑張りましょう。では皆さん今日も一日よろしくね。10月もよろしくお願いします。皆さんまたね。